福岡女学院中学校、高等学校。福岡女学院中学校、高等学校。福岡女学院中学校、高等学校とは、福岡県福岡市南区長三丁目に所在する、キリスト教系の私立女子中学校、高等学校。1885年の創立以来受け継がれてきた、学院聖句、私は、ぶどうの木、あなた方はその枝である。 に立ち、すべての人間が大切な一人であり、神と隣人へとの愛に生きることを用とする、清く、正しく、賢く、美しく、強い主体的人格の形成を目指す教育を展開しているキリスト教学校である。そして進みゆくグローバル化社会を担えるような、豊かな知性と感性を兼ね備えた女性を培う、教育を目指している。教育の特徴としては、 英語の女学院として有名な英語教育、それをもとにした国際交流、さらに感性を豊かに育てる芸術教育、大切な一人をもとにしたきめ細かい個別指導などが挙げられ、本校はアメリカの宣教師により創設され、生きた英語教育を伝統的に行ってきた。その伝統の中で2003年度より文部科学省の スーパーイングリッシュランゲージハイスクールの指定を2期連続6年で受け、さらに2009年度は、同省の英語教育改善のための調査研究指定校に選出された。計7年の研究成果をもとに、4技能、読む、書く、聞く、話すのバランを考えた英語教育が展開され、問題を解くための英語から、日常で使うための英語の習得を目標としている。 中学の時期から英語による英語授業が行われている。同校の英語教育の特徴に多読の授業が挙げられる。多読とは、優しい英語の本をたくさん読むことによって、使える英語を無理なく身につけられるという英語教育法である。多読用の要所、幼児が読む絵本から小説までは7000冊に及び、九州内では圧倒的な増書数である。 この教育法によって生徒が持つ英語への拒絶感は軽減され、読んでいる生徒の中には、帰国生でなくても、トワイライトや、ハリー・ポッターなどの原書が読めるようになった生徒も出てきている。セレを中心とした英語教育の実績が高く評価され、県内はもとより、県外の進学校や県議会議員なども多数視察に来ている。近年、社会が、 グローバル化していく中、国際交流がより盛んになっている。タイにある、チュラーロン高音大学附属高校の生徒、韓国にある賛成女子高校の生徒等をはじめ、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、イタリア、フィンランド、ポーランド、フランス、スロベニア、オーストラリア、ニュージーランド、コロンビア、インド、シンガポール、台湾等から短期、 長期にわたる留学生を受け入れている。チュラーロン高音大学附属高校、三聖女子高校とは提携を結んでいる。また本校からはイギリス、オランダ、タイ、韓国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、コスタリカ等へ生徒たちを留学生として派遣している。本校は伝統的に芸術教育に力を入れている。高校に 音楽家を設置していることもあり、プロの演奏家たちを教師に迎え音楽教育を行っている。中学ではバイオリンの授業が必須。また、美術の授業では、よく見る、描き急がない、時間をじっくりとかけるということをモットーに制作を行う。一つの作品に4ヶ月から半年ぐらいかけて取り組む。一つのことにじっくりと取り組む経験が大切であり。 時間を積み上げることでしか人は力がつかないのだという考えのもと行われている。有名な授業に土を描くというものがある。学校生活の中心は授業であり、いわゆる主要語教科の授業は基本である。中学では、課外授業、土曜講座、通信添削教材学習会、教科学習会、全学年対象、アシストクラス、中1、中2対象、 テスト前学習会、テスト後学習会、週末課題などそれぞれの習熟層をフォローする仕組みがある。高校では進学クラス、私立文系と特進クラス、国文、理系に分かれ、深度に即した学習指導がなされている。運動系、文化系、その他、サッカーなでしこリーグに属する福岡 J アンクラスは、もともとこの学校の部活動から出発した歴史がある。しかし、 トップチームがプロリーグに昇格したこともあって、日本サッカー界のルール変更で、プロとアマのけじめをつける必要に迫られた事情から、アンクラスのユースとして組み込まれていた、この学校のサッカー部、アンクリスユース福岡女学院 SS は、2011年4月にアンクラスから分離され、純然たる部活動に戻った。このため現在のアンクラスにはこの学校の在校生は一人も、いない。 福岡女学院には、福岡女学院大学、福岡女学院看護大学が併設されており、中高と大学の連携がなされている。高校では、大学講義の授業があり、選択制、韓国語、メディア論、心理学、幼児教育、国際キャリアなど幅広い教養が学べる。また、中学のキャリア学習においては、福岡女学院看護大学での研修が行われる。 中学の学習サポートとしてアシストクラスがあり、教職課程を受講している学生が中学生に勉強を教える仕組みもある。その他多岐にわたって中高と大学の連携が行われている。敷地内に課難寮がある。中学から入寮が可能である。主に家から学校まで距離が遠い生徒が利用している。休日に帰省可能。ミッションスクールである本校では、 見学の精神に基づき宗教教育が行われている。毎日20分間の礼拝が行われ、2008年にディール記念行動に設置されたパイプオルマン、ガルニエ社の伴奏で賛美を歌う。礼拝は福岡女学院の根幹であり、変えてはならない精神として位置づけられている。クリスマス礼拝では、全校生徒によるハレルヤ・コーラス、ヘンデル、メサイア寄りが行われる。 同窓会では賛美歌やハレルヤコーラスが歌われることがよくある。キリスト教教育協調日では、社会の問題をキリスト教的に考察し、全校生徒で討論を行う。クリスチャンでなければ、本校に入学できないという誤解が時々あるが、クリスチャンであるかないかは、入学資格には一切関係ない。1921年、当時の校長エリザベスリーの発案により、 欧米で高級子供服として流行していたセーラー服を制服として制定。現在でも当時のデザインを基本的には踏襲している。このデザインがセーラー服の先駆けとなり、全国に広まったことは有名な話である。日本で初めてセーラー服を制服に制定した学校は、1920年の平安女学院、京都とされているが、現在一般的に見られるような上下セパレート型の セーラー服を制服として最初に採用したのは福岡女学院であると服飾市場を言われている。カバンは指定で通学靴はローファー。2015年度に空カバン、補助バッグをリニューアルした。高等学校には次の教育組織がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。